こんばんは、速稼塾の久保です。投資は必ず破綻するの理論でおなじみの速稼塾の久保でございます。まあ、投資がなぜね、いつか破綻するかと言いますと、まだ破綻してないものもそれはいつか何か終わりますからね。人間の生命が有限であるように世の中の資源も有限でございます。そしてですね、国家も永遠に不老不死ではないんですよ。やっぱりどっかで終わっていくんですよね。その他にもですね、あらゆるものが終わりを迎えるんですよ。で、今投資どんなものが危ないんですかとか、何が確実なんですかって聞きますけども、それはね、投資の技術があればどれでも利益を上げることができるんで、自分自身の問題なんですよ。この案件が悪いから潰れるとか、この案件がいいから儲かるのではないんですよね。自分が見極める目を持っているか、そしてある投資案件に乗っかったらですね、いつも損切りの時期とか利確の時期をわきまえているかってことなんですよ。そういう意味で言うと、 FX ってのは投資を学ぶのにものすごくよくできた仕組みなんで、まあ、世界一のね、カジノと言われる、まあ、部分もありますけども、まあ、いつ始めてもいつ辞めてもいいわけですからね。勝って辞めればいいわけですよ。ね、FX 参入して勝って辞める、二度とやらない、これで利確じゃないですか。でそうじゃなくて、勝てば勝つほど資金を入れるから、それは危ないんですよ。いつか終わりますから、いつかね負けますから。ですから投資はですね、リスクヘッジの技術を身につけて投資を見極めるようにもって取り組むべきものだと私は常々思います。その上でですね、もしどうしても、そうは言ってもね、久保さんドカンと一発ってやつ教えてくださいよ、久保さんに責任は問いませんからっていうことでしたら、私はダメになること前提でお伝えすることはできますけども、結局ね、誰から話を聞いたのっていうせいに人はするんですよ。ね、誰から話聞いたのって聞かれて、いや自分の判断でやったんだけども、久保さんに聞いたんだよって言ったら、それだけで私の評価落ちるんですよ。だから前提で言っておきますよ。投資の力量がない人は投資でお金を失います。投資の力量がある人は投資をやって利益を残します。私は投資で利益を残している、それだけです。ですけども、私がやったらこうなりました、私に対してはね。でも他の人に勧めてそれがどうなるのかっていうのは未知数なんですよね。さあ、それではね、今日お勧めするのが、どうしようかな、まあいいや、暗号通貨系のね、 ITG ウォレットっていうのがあります。皆さん ITG ウォレット、皆様のメールボックスとか SNS のね投稿欄に ITG ウォレットっていうのが来ると思います。これが破綻するどうこうって言ってるわけじゃないです。そういうのがありますっていう話をねしております。これはですね、特徴がいくつかあります。まあ、ボロ儲けの話です、これは。で、スタートは、なんと今日からです。今日からですよ。そして、安心のメイドインジャパン。大阪から始まってます。今日からスタートです。で、セミナーも全国で近々始まるそうです。で、テレグラムっていうので、操作も楽にできますんで、密にコントロール、要するに連絡が来てますよね。それからね、利益がね、40% とか見込めます。多分、月利だと思います、これ。で、紹介報酬もあります。4段の紹介報酬があります。で、アフィリエイトもついてます。月利は 15%。あ、月利 15% です。すいません。月利で 15% です。何で儲かってるか分かりません。でもなんか月利 15% らしいんです。で、私はやりません。私はね、30万あげるからこの案件やってって言われてもやりません。50万あげるからこの案件やってって言われてもやりません。100万円あげるから1日もいいからアカウントだけでもいいから作ってって言ったらやるかもしれません。でも、ね、そんなもんなんですよ。紹介報酬がもらえるからこういった小売回りの案件っていうのを紹介するだけで、紹介報酬ないですよって言ったらやらないんですよね、私はね。他の人も多分やらないと思います。紹介報酬が入って、まずは紹介した人に利益が確保されるんで、リスクを、紹介された人、自分をね信じてくれた人にリスクをどんどん押し付けているのが、こういう風なね投資話だと私は思いますよね。他の方はそう思わないかもしれませんし、あとはね、投資話は本当に自分を儲けさせてくれるためにいろんな人が教えてくれたんだっていうふうに、まあそういうふうにね、お気楽に考えてる方はどんどんやればいいと思います。ただ私はね、やりませんね。投資じゃないですよ、こういうのは。はい、上村さん、自分の力量以上の結果は望めないですよ。それはね、自分の力量以上のものが来るとしたら、それね、ギャンブルであり宝くじなんですよ。で、宝くじっていうのは手に入れた人、当たった人がどうなったかっていうのよく話聞きますよね。誰も良くなってないんですよ。大きなお金を得た後って、そのお金を扱えてない人がそのお金を持っちゃうとね、本当にね不自由します。ですので、少しずつ金額、扱える金額の力量を上げていくしかないと思います。そして、扱える金額の力量を上げるむちゃくちゃいい方法があるんですよ。それはですね、借金なんですよね。私は3000万以上の借金を40歳までにしました。いつからこの借金が増えたのかというと、2013年からなんですよ。2007年からでした。2007年からどんどん増えてきました。特に増えたのが2010年ぐらいからですね。一気に増えましたね、ここから。それは高い利息でお金を借りたからなんですよ。ということはね、これ裏を返せば、高い利回りでも私はやっていけるってことなんですよ。
お金の圧力にね、マイナスでもプラスでも同じですから。で、3000万以上借金ができたってことは、いきなり3000万以上の所得が私のところに入ってきてもコントロールできるってことなんですよ。で、私はそういうふうに理解してます。まあ、ですんで、いきなり3000万とか5000万が入ってきてもね、自分は大丈夫と思う人いると思います。うん、それは分かりません、一人一人の判断なんで。でも私の考え方で言うと、借金3000万と所得3000万っていうのは同じお金の圧力があると私は自分の経験上考えてます。3000万とかねの借金も私は経験しました。3000多分ね400万ぐらいだったと思うんですけど、3400万ぐらいの借金を経験して、それを、まあ、全て返しました。あ、そしてですね、所得の方もね、例えば年間で4000万ぐらいの所得はもう経験しました。だから上と下こういうふうにいけるんですよ。そう、勝ち逃げ親父ね、徳野さん、勝ち逃げ親父でいきましょうだからね、どっちも借金100万円ビビってる人は、入金が100万ってもビビっちゃうような気がしますよね。で、100万円使うこともビビってます。例えばね、月間でいくらぐらい使いますってことなんですよ、お金を。月間で、私は少ない月で200万ぐらい使うんですよ、この3年ぐらいね。少ない月で200万です。っていうのが、外壁塗装したら一発で300万ぐらいですからね。で、車買ったら一発で、なんとかもあんなんですよ。そういうね、なんかこう、使う力量もあるんですよ。使うってことは、そのお金が手から離れても大丈夫ってことなんですよ。で、他にもちゃんと資金があって、生活資金があるってことなんですよね。で、例えばね、今月100万使いました。そしたら他のお金なくなっちゃいましたっていう人は使わないと思うんですよ。だからこれが僕は力量だと思うんですよ。まあもちろん違う考え方もあると思いますけども。そして私はお金がない時っていうのは、100万円借金をすることもしました。だから三井住友に250万一発で借りたこともあります。年利 10% です。三井住友という名を借りたファイナンシャルなんとかグループですよね。プロミスかなんかがフロントだと思いますけども、三井住友のクレジットカードでなんとですね、その消費者金融のお金を借りてるっていう仕組みだったんですよね。すごいですよ、これがね。で、年利 10% 返しましたよ。5年かかってもね、50万減らなかったですからね、ここで返そうとしたら。怖いでしょ。だからとてもじゃないけど、その高金利っていうのはむちゃくちゃ稼げないと返せないってことですよね。しかも日々生活しながらですからね。私の場合は平和公園で野宿を2年間してキャッシュアウトゼロっていうこともあったんで、なんとかなりましたけどもね。お金儲けるのはもちろん、使ったり管理するにも力量が必要です。そうですね、やっぱりね、いきなりお金が入る話って怖いですね。いきなりお金を失うのと同じぐらい怖いですね。で、先ほどの ITG ウォレットっていうのの話に戻りますけども、高配当でロックがありません。で、運営は日本人だそうです。で、少額からスタートできるそうです。私はまあやりませんけども、皆さんね、お金なくしてもいいやっていうものがね、もしあったら私にください。もしくはこの ITG ウォレットやってみてください。リンクは私の方からは紹介しません。なぜなら紹介報酬がこれあるからです。紹介報酬があるから、紹介報酬を下に紹介してんだろうと思われちゃ嫌なんで、私はもう言いませんので。 ITG ウォレットね、もしよろしかったら皆さんのお知り合いとかね、こういう話が好きな人から聞いてみてください。紹介リンクパンと送られますんで、そっからログインしてください。アカウント作ってください。私はやりませんので、紹介 URL は持っておりません。はい、以上でございます。では失礼します。